名前わかる？お前が安田。マスダ。マスダ。中央線。でも安心してくれ。ちゃんと僕のオカマたち。オカマたち。仲間。カモン！これが今回ボビーと共にメンバーを追いかけるボビー軍団。例えば俺らがね一人でも逃げ切れたとするじゃないですか。一人でも逃げ切れたとするじゃないですか。俺らがもしね一人でも逃げ切れ、なんで勝手にお前が MC。 とりあえずチャイニーズ事務所の誰か分かって。チャイニーズ事務所じゃない。チャイニーズ事務所じゃない。この森のにらめっこ対決で決着をつける。それではよーい。チームリーダーどうぞ。いいですか。それでは問題です。中学生100人に聞きました。親と一緒にいて恥ずかしいと思う瞬間はどうぞ。はい、親がマナーを知らなかった時。親がマナーを知らなかった時。早速塾生同士で挑戦。まずは加藤が光を襲う。いつものように言って。話題になんないぞ、ほら、練習になんないぞ、ほら、組みついて。あ、キャーン、まず、キャーン、おっと、なんだっけ、光る技をど忘れ。なんだっけ、なんかおかしくなってる。勝手、あ、熊警察連れてく。やったしょ、途中さい。待って、もういいだろ。おお、いたぞ。よく分かるね。おお、なんで自分で引っ張ったのか。続いてはショーンが太陽を襲撃。ガシッ。はい、まずキャット声を上げて、はい、足を踏む、足を足を踏む、足を、はい、それからほら後ろにポンと当てみて、おはそうはよ、自分が回ってる。余計に回りすぎて共倒れの太陽。まさに回りたがる。さあ、さらに塾長小山と副塾長草野が挑戦。いいですか。気持ち悪い、気持ち悪い。はい、しっかり上げて、ほら、ほら、まだ足を踏む。私を置いていってしまったの、ダーリン。ただいま、ハニー。おかえり、ダーリン。また俺の写真見て泣いてたの。だってダーリン、毎日毎日私を置いて会社行っちゃうんだもん。うん、仕事なんだからしょうがないだろ。じゃあ、お詫びに。やだ、固い。エリアバレー対決は、ラブチームに最後の罰ゲーム、肩パンチ執行が決定。いってチームの強力パンチに次々と撃沈されるヤブチームメンバー。そしてここで鋼の肉体を持つ男増田が手腰の肩パンチを受けることに。ガチンコですか。ガチンコじゃない、違う、お前やられるよ、やられる、一方的にやられる。これはね、絶対全然大丈夫。鉄だ。3、2、絶対手腰が痛いよ。1、どうぞ。いてぇ。どっちがパンチしたんでしたっけ。そして最後は
小学5年生中島優斗が太陽にパンチ。じゃあ行くよ。はい。あ、怖い。怖い。待て待て。何これ？これはなんだよ。ただのガムテープ。剣道のやつ。これ何これ？最初これでいい。こっちの方が痛くない。最初痛くない。最初痛くない。太陽。ユートはパンチを食らってください。はいよ、弱いからね。いやよ、なんだよ、なんだよ。いや、この美少年だっていいね、嬉しいね。ねえ。知ってる？え、どこに浮かんでた？たまちゃん。川。川だよね。ひろきくん。かわいいじゃないの。ちょっとひろきちゃん。佐野くん。佐野くんはすごいよ。佐野くん。ほら、普通じゃない？と思うじゃん。思うじゃん。うん。ルルみたいな。やっぱりタマちゃんだって泳いでると筋肉つくじゃないですか。でしょうね。